ハーフについて、はいまあ、あのハーフについてっていうのはもう結構自分もハーフでイランと日本のハーフで日本の義務教育の小中まあこうは、まあ、をやめちゃったですけど行ってやっぱりハーフっていうのはパさっきも曲で歌ったですけど2%しか日本の人口の中にいなくてやっぱその中でもその2%が日本全国にこう散らばってる中でどうしても孤独になっちゃうのがあると思うんですよ。 でもなんかそれ俺すごく小学生の頃とか日本人になりて100%日本人になりたいなとかやっぱりみんなと違うのは嫌だって思っててもちろんからかわれたりとかもあるしまだに友達とかももう苦労してる話とか名前が違かったりとか職務質問とか色々あるっすけどなんかこのラップって音楽出会ってヒップホップ出会ってクラブのコミュニティ出会ってなんか初めてこの自分の弱点が武器になった気がして きっとこれってなんかあの、俺は音楽だっただけであって、音楽じゃないことをやってる人でも、弱点ハーフだったら、英語が喋れなくても、その、それが強めになるとき絶対あると思います。俺も英語を喋れなくて、だけど、ハーフだからお前喋れるだろうみたいな。そういうので悔しくなってめっちゃ勉強して、ネイティブの、もう日本語だけだったら繋がれなかったような奴らとも会えたし、すごいインスピレーションももらえたし、俺はなんかその自分の嫌だった部分を、 逆にすることですごいいいことをもらえて、逆に今ではハーフに呼んでくれてありがとうって思えるように本当に心から思えるんで、きっとみんなも遅から早くからそういう時は来るんで、自分を信じた方がいいです。ハーフのやつ素敵だから。あの、世界行ってもハーフはハーフしかいないからね。だから、え、yeah,、love yourself, b r o f r a f r e e って感じです。